イリーナ・コンスタンチーノブナ・ロドニーナは、旧ソビエト連邦出身の女性フィギュアスケート選手。1972年札幌オリンピック。1976年、インスブルックオリンピック。1980年、レイク・プラシット・オリンピックペア金メダリスト。1969から1978年、世界フィギュアスケート選手権、ペアチャンピオンで、 オリンピック3連覇と欧州選手権10連覇及び世界選手権10連覇を誇る史上最強のペアの女王。パートナーは夫でもあるアレクサンドル・ザイツェフとアレクセイ・ウラノフ。統一ロシア党の会員議員。ロシア語読みではイリーナ・カンスタンチーナブならドニーナが近い。1975年4月にペアを組むアレクサンドル・ザイツェフと結婚。出産のために競技を1年間休み。 1979年2月に、長男を出産した。翌シーズンから競技に復帰した。引退後在籍不取離婚。映画プロデューサーのレオニード・メコフスキー再婚して、長女を出産。その後、コーチとして長く、アメリカで活動した後帰国し、ロシア連邦会議員に転じた。メコフスキーとの離婚後は独身。2010年、2013年、2018年、1964年から、 アレクセイ・ウラノフトペアを組む、1969から1972年世界、フィギュアスケート選手権優勝、1972年札幌オリンピックで金メダルを獲得、1971から1972年シーズン後、アレクセイ・ウラノフトのペアを解消、当時19歳のアレクサンドル・ザイゼフと組む、1973から1978年、 世界フィギュアスケート選手権優勝。1976年インスブルックオリンピックで2大会連続となる金メダルを獲得。1980年レークプラシットオリンピックでペア史上初の3大会連続となる金メダルを獲得。1979から1980年シーズン終了後に現役を引退。引退後はコーチとして活躍し、1995年、 世界フィギュアスケート選手権ペア優勝のラトカ、コバジーコバートレネ・ノボトニーラを育てた。1989年世界フィギュアスケート殿堂入り、2014年ソチオリンピックの聖火リレーにおける最終聖火ランナーを務めた。ありがとうございます。